本日これから注目のゲームが始まろうとしています。タイガースマウンドに上がるのは先発の鈴木。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。2球目打ちました。レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト掴んでワンアウト。バッターは高く上がった。これはどうか、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。赤星さん、池田の対左の相性をどう見ていますか。高めのボール、これはどうか、ショートの左抜けました。チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁と。赤星さん、トーマスの対左の相性はどう。つけて打ちました。になった。サードランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。なおも2塁1塁のチャンスです。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。うん、ストライクを取りに来るカウントだったんでね、ちゃんと待ってましたよね。いきなりの先制攻撃、早くもリードを取っています。バッターボックス背番号36、山足達也打ちました。さあどうだ、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を待っていく、ホームに送球、セカンドランナーホームイン。2点目が入りました。オリックスバファローズライト前のタイムリーヒット、2対0になりました。2点リードとなりました。山足がタイムリー、ライトへのヒットを放ちました。バファローズのリードが広がります。フルカウントから甘い変化球を見逃しませんでしたね。やっぱりフォアボールを恐れて甘めに来ますからね、逃さず仕留めましたね。そうですね、立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。このまま手を緩めずにガンガン。背番号64、大里康生送ります。ピッチャーが取る、一塁送球、ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウト。背番号27、健太引っ張った、レフトに上がった。この打球はフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。ゲームはこれから2回。8番キャッチャー、背番号62、堀修奈打ちました。ファーストが前に来る、取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックス背番号9、野口智也インサイド打ちました。これはどうだ、センターに抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ点差を広げたい場面。中川圭太打ちました。ボテボテ、ピッチャー取った、二塁を送ります。アウト、ここは送球が間に合い、二塁フォースアウト。バッターは小田裕也、ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス、セーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足、打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。その差4点、大きくリードを取りました。ご覧いただきましょう、ここで追加点となるホームランが出ました。いやー、うまく打ちましたね。これはリードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。打順は池田龍馬、打ちました、右中間に強い打球、この当たりはどうか、右中間破っていきました。
バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。次が2球目。打ちました。これはどうか。ショートの横抜けた。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。5対0、リードを5点に広げています。先ほどの山梨打ちました。セカンドゴロ。セカンド取った。一塁送球。一塁アウトで3。3回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃。バッターは注目のルーキー山田。バファローズ大きく点差を打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。これから3回の裏、バファローズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。富田が2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。川上さん、これはどうだ。破っていった。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。これが初球。あっと取れない。バッテリーエラー。ボールを拾ってノーアウトランナー二塁です。今の走塁は良かったですよ。引っ張った高い打球レフトへ。伸びていく伸びていく。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス打ちました。遠藤一塁送球します。アウト。ツーアウト。これは進塁打になりました。ここはランナー返せません。スリーアウト。チェンジ。オリックスバファローズ4回裏の攻撃。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がりスタンドに消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。その差を6点と突き放しました。打順は2番打ちました。ピッチャーゴロです。富田アウト。ワンアウト。今日は2打。これが3球目。打ちました。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウト。ラン2球目は何で来るか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の打ちました。セカンドが前に来る。取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。打順は打った。抜けました。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズが突き放します。センター前へのタイムリーヒット。8対0。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のシーバ。打席には打ちました。セカンド取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウト。これから5回の裏。さあ勝負してくるのか。変化球空振り。ワンアウトです。バッターは野口。スリーボールツーストライク。フルカウントです。見逃し三振。ツーアウトになりました。先ほどライト打ちました。ヒットになりました。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。2アウト。打ちました。高く上がった。ライトの頭上ぐんぐん打球伸びて、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。9対0。なおもチャンスです。打順は3。池田龍馬打った。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。レフト見送った。ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がりスタンドに消えていきました。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。見事な一発が飛び出しました。5番のコーディートーマス、1、2塁間、井上抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。ここまでのハイライトです。1回の裏、先制のランゲームは6回の表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、先ほどの打席はセカンドゴロ、9番の山田です。バファローズ初球打ち、浅いフライ。ここは打ち上げています。変化球を打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。6回の裏、バファローズの5番ファーストベース山足達也、打ち上げた。これは浅いフライ。ここはフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックス大里康生、打ちました。内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の茨城。今日のゲームはインサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ゲン、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー打ちました。井上ホームに送球、本塁タッチはアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあ、ここ改めてお聞きしますが、バッターの野口、どんなバッティングスタイル。インサイド落ちました。センターの前に落ちました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、12対1。ちょっと一方的になっています。打順は中川圭太。さあ、初球は何か。打ちました。遠藤一塁送球、一塁アウトで3アウトチェン。いいバッティングができている。初球打ち、これは大きい、伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日3本目のツーベースヒット。池田龍馬。さあ、6球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか、破りました。センター前。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー。さあ、4球目は何か。引っ張った、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。13対1。なおも三塁一塁のチャンスです。バッターライト方向を流しました。一二塁間を破る。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット14対1。なおも2塁1塁のチャンスです。今日は3大里康生。次が6球目。打ちました。セカンド正面のゴロ、取った。1塁送球アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。
さあ仕留められるか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ、センター前へのタイムリーヒット。ちょっと一方的になってきました。タイガースピッチャーが変わります。バッターボックス見逃して三振になります。ツーアウトになっています。打席にはあっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトランナー二塁。次が4球目。打ちました。高いバウンド取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。これから8回タイガースの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。前がマウンド上に上がっています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。打順は9番山田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっと打ちました。浅いフライ。この打球は落ちるか。どうだ。ストレートを打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。8回の裏バファローズの、さあこれで決まるのか。打ち上げました。これは浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。先ほど4球目は何で来るか。打ちました。抜けていきます。これで3打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。先ほどライフコーディー・トーマス見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。バッターボックスは9番の山田。タイガースこの回7人目のバッターになります。レフトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。ホームへ。サードランナーがホームに帰ってきました。山田意地のタイムリーヒット。バファローズさらに満塁のピンチが続きます。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったオリックスバファローズ大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが非常にダメージが残りそうなそんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。